1932年3月14日、アメリカ人ジョージ・イーストマンは財産の処分に関する希望を弁護士立ち会いのもとに認め、弁護士の帰宅後、ピストルで自殺。映画の真の発明者、ルイ・エイメ・オーギスタン・ル・プランスは1890年秋、リジョンにいる兄弟を訪ねた後、9月16日、パリに戻る列車に乗車した瞬間から消息を絶ち、遺体も荷物もついに発見されなかった。紙のフィルムを用いて秒4コマで撮影可能なカメラを作ったイギリス人、ウィリアム・フリーズ・グリーン。1921年、彼はとある映画人の集まりで、誰一人彼のことを知らない聴衆に向かって声高に演説している最中に死亡した。自然科学者エミール・レイノ、彼は何一つとしてうまくいっていないという憂鬱にとらわれ、1910年彼のフィルムと装置をセーヌ川に投げ込み、1918年イブリーの療養所で死亡した。そして偉大なるグラン・メリエス、1896年から1914年の間に4000本に及ぶ大量の映画を作った彼は、1930年代にパリのモンパルナス駅のキオスクで2番目の妻と土産物を売って生活費を得ている姿を発見され、1938年6月21日に死んだ。映画史の裏に忍び寄る不吉な影とは何か。真実を語れば全世界を凍らせる。トーキングヘッド、カミングスーン。